はい、ここはね、旅人の宿ノートの今日俺が3500円で素泊まりで借りた部屋。いやでもこれ3500円にしたらすごい良すぎだよね。これ2人で泊まってもいいよね。けどむしろもったいなくないかって話だよね。でまあこっち行くと、まあすだれがかかってるっていうね。じゃあちょっとこの後はどうか飯だな、雨の中。でもすごいいい部屋だわ。であとあれ、掛け布団が薄い布団が薄いっていうらしいからね、ちゃんとあとこれ湿気がたまんないようにちゃんと素床敷いてるんだよね。